められた人生は生きているのが辛いから、電気も消して布団にくるまり、私は時々死ぬのです。2日も3日も何もせず、泣き声一つあげないで、四畳半一間じっとして、土に帰った蝉のように。二人の夏の過ぎ去って枯れ葉舞い散る秋が来て、食事もせずに心置き去り、私はやっぱり死ぬのです。朝から晩まで一人きり、訪ねてくれる人もなく、四畳半一間丸くなり、土に帰った蝉のよう。羽ばたく羽さえもうないの、どこへも心飛べないわ、四畳